皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガエピソード1パート41です。前回はですね、コスモスさんの、セキュリティのね、厳しいデータベースから、記録を取り出して証拠にしようということで、コスモスさんの、内部エンセフェロにダイブしたはずなんですけども、どうやらちょっと違うとこに来たのかなっていうところでしたね。なんでこんな記憶がコスモスにっていうところでした。では引き続きご覧くださいの前に、こちらのコーナーです。どうぞ。本日のイラスト屋でございます。さて今回のお題は何かな。キラーンってしてる、まあ、なんとなくカウンターでお酒を飲んでる、カクテルを飲んでる絵かなと思いますけど、何のイラストなんでしょうね。じゃあももちゃんとジュニアさんの新しい技があるので見せていきたいと思います。ちょっと待ってね。さあ、ももちゃんの 初の遠距離系技でございます。スターキャノン。キャノンってそうだっけ？キャノンってそうだっけ？じゃあ次、ジュニアさんはね、これ嵐のワルツ。はいはいはい。そんな感じです。あなたたち嫌いです。さあ、もう一種類ね、技があるので、それもお見せしましょう。じゃあももちゃんのもう一個の技いきます。ノックザドア。おお。でジュニアさんはもうちょっと待とうか。さあジュニアさんのもう一個の技はこれ最後の交響曲。めっちゃ打ってる。とまあ新しい技を覚えていたのですよと。でなんかね、空からね、このスポットライトあるじゃない、あれに見つかってしまうとエンカウントらしいです、敵と。だこう見つからないように、見つからないようにこう進んでいくしかないんだけど、どっち行きゃいいの、どっち行きゃいいの。おおえい、おおお、物音がするとそこにライトが向かうのか。よいしょ。でこうこうで、こうやってるうちにこっち取って、あだえ、え、急に来た、急に来た。アイテム取ると急に来るのか。ママ頑張ります。あ、倒すとライトも消えるのね。はいはい、5個いらないかな。うん、これは嬉しい。ちょっと装備拾ったね。なんだろう、これか。装備できないんだね。あ、この人だけなんだ。
ん？違うか。スペースメット持ってるからか。はいはい、こうだね。で、ちょっとこれ外そうか。防御力に回そう。なるほどね。壊せばあのスポットライトも消えるのか。じゃあ蹴散らしていこう。コート、刀。コートシリーズいっぱいあるね。これか。あれ、防御力プラス2。なんで下がるんだろう。下がってないね。なんだろう、なんで赤字になったんだろう。うん、上のアイテムは取ったので上のね。じゃあ下に行けばいいのかな。さっきからあのヘリが落とすジャンク回路って何なんだろうね。エイグスパーツかな。エイグスパーツっぽいね、ジャンク回路。あ、違うんだ。なんだろう、ジャンクだから売るものなのかな。あ、換金アイテムだね。おう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 。大丈夫ですか？なんでもねえ。ジュニアさん、なんでもねえっつってんだろ。ごめん、つい。ちくしょう、なんだってんだよ。どうなってんだよ、ここは。じゃあ、やっぱりここはミルチアなの。
そう、あなたの意識の底に眠る連綿と続く記憶の世界、それをコスモスが感じ取って再現しているの。この世界はね、コスモスの記憶でもあるのよ。コスモスの記憶ですって、そんなはずは。記憶は個人だけのものではないわ。一つところにとどまってもいない。違うの、だってオリジナルのコスモスは。2年前のあの時破壊されたはず。あなたの大切な人も死んでしまった。素敵な思い出は半分だけ、残りの半分があって、初めてあなたという意識が形成されているの。あなたは、あなたたちはそれを受け入れなければならない。思い出を受け入れる。あなたは再びここを訪れなくてはならない。お願い教えて、どうして私がミルチアへ。その答えはコスモスだけが知っている。この先であなたを待っているわ。コスモスがこの先で。待ってください、主任。本当にこれでいいのね。もう後戻りはできないのよ。わかっている。でも彼女にはシオンが必要なんだ。あなたにとっても。あなたはどうするの。あら、シオンサイドだね。ねえ、話の展開が全然読めない。ちょっと整理しようか。当初の目的はミルチア太陽経験までももちゃんを送り届けるプラス、シオンさんたちもそこに帰ると、ベクターの本社に戻ろうとしてるってことなのかな。違うか、あれとコスモスさんがミルチア太陽経験に行くって言ってしょうがないからついてくってなったのか。でその途中でジュニアさんたちと出会って、でエルザはジュニアさんたちの仲間で、エルザのクルーはね、でまあミルチア太陽経験まで乗っけてってやるよってなったんですよね。でまああとはじゃあ流れに任せてジュニアさんたちのご好意に甘えてそのままミルチア太陽経験まで行こうかっていう話だったんだけど、そこで急にねジュニアさんたちのデュランダルがボークリンデを壊したよっていうこう捏造されたニュースが流れて、で連邦の軍によって、
ファウンデーションとデュランダルが抑えられてしまって、じゃあコスモスさんのデータベース AAA ランクのセキュリティがねかかってるから、それを証拠として提出しようと思って、記憶の追体験をしてデュプリ、まあ、トレースしようとしていて、でここで記憶に潜ったはいいんだけど、なんでミルチアに来ちゃったのっていうとこなんだよね。そういうことだよね。うん、よくわかりません。進もう。あれはグノーシスなのか。パーティーメンバー2人だね。ここミルチアの公園なのか。よいしょ。ハードスター。いやー、急展開を迎えておりますね。ハードスターってなんだろう。これか。物理防御アップ。まあ、バフ系のアイテムってことね。もうちょっと進めようかね。ちょっと霧がいいところなんでしょうけど、先が気になるので、まだちょっと切らずに行こうか。わあ、砂場だ。バケツとシャベルが置きっぱなし。ね。ブランコ。匿名さん、ブランコ乗ると酔うからな。漕ぎすぎると酔うんですよ、ブランコで。じゃあ上に行って、で、左側にグノーシスがいるね。ロック。あの扉乗らないといけないのか。ロック。あれ、ロックされてる。左右には行けないと。じゃあ直進するしかないね。あ、セーブポイントだ。セーブポイントがある。ちょっと待って。セーブポイントでセーブする前にちょっとだけうろちょろさせて、ごめんね、アシカさん。ローズジストS、ごめんね、ペンギンさん。ブレイドソウル、名前がかっこいい。混乱防止。混乱するんだろうな。じゃあちょっとスキルポイント溜まってるので引き出しますか。引き出せるやつは、ああ無理だ、300必要だ。しかもスキルレベルがまだ2だから引き出せないや。じゃあパープルリングでも引き出しときましょう。あの、この先ね、混乱を使う敵が出るんでしょ。ブレイドソウルはケイオス君につけておきましたよと。ごめんね、なんかピンク色の動物さん。クマさん、ごめん。お前はなんだ、ガンキャノンか。死ね。雪だるまさん、ごめん。ス・ノーマン様、ごめんなさい。誰だと、あれかな。なんか、筋肉マンに出てくる、なんか、ブッチャーみたいな怪獣かな。お前は人形じゃないのか。初めて見る敵、バグベア。えい。ってことはエーテルかな。エーテルが効くんだね、遠距離。よいしょ。どやどや。お、硬い。オールキュア。バグベアさんはオールキュアなんてことを使ってくるんだね。でもまあ倒そう。いけるでしょう、多分。逃げた。ケイオスさん強いね。単品なのにまあ美味しい。ハニワさん、ごめんなさい。そうね、特に何かあるってわけではないのね。じゃあ一旦セーブしてきます。はい。この公園ミルチアパークというそうです。セーブポイントのタイトルに書いてありました。ではね、いろんなオブジェクトをぶっ壊しつつ進んだところでストーリーも一緒に進めていきたいと申しますじゃない、思います。疲れてます。どこ行けばいいのかな。さっき両端、公園の両端に行こうと思ったら道が塞がっていたので、あ、これがモチーフになってるのか。シオンさんの構成の AI はプロキュレーターだっけね。ね、公園の左右に多分行けるようになるんでしょう。どっちかからロックを解除するのかな。こう上にはいけないので、またグノーシスを倒しつつ進んでいこう。バグベア。
行くわよ。お、なんか、あ、コボルトか。コボルトさんは初めてだね。ゼノカードでは確か何回か見たはず。どっちが効くかな。当たってない。当たってないね。当たってないよ。バグベアさんは遠距離が効いたね。なんかよくわかんないな、どっちが効くんだろう。三角、遠距離のエーテル系のが効くのかな、微妙に。オールキュア大丈夫、意味ないから。他のやつには手を出してないから大丈夫。じゃあバグベアさんを潰していこうか。ちょっと手数的に辛いね相手。よいしょ。よし、とどめさしちゃって。もうシオンさんばっかり傷つけて。当たんないし。回避率高いね。わ、狙ってきてる。わかんない、どっちが効くんだろう。よし、きついな。非戦闘員なんだから少しは。コボルトの包丁。コボルトの包丁だって、多分監禁アイテムだと思うね。4つ手に入ってる。はあ、回復技どっちも持ってんだよね。わ、エーテルポイント1000超えてる、すごい。なんかいろいろ手に入ったね。あ、ブースト1すごいな。ブースト回数1回だって。あ、セットできるエーテル決まってんだ。へえ、エーテルすごい強化されたね。おお、バグベアさんいる。あ、なんか入ってくんだろうね。ああ、ジグザグ進んでいくしかないのか。波動章、新しいものがどんどん手に入るね。使い切れない。お、マシン系にパイロット気絶。へえ、今のところまあ雷神章が強いのかな。で、菩薩章がダントツで攻撃力高いと。単体だったら雷神章か。百鬼章はもういいかな、ね、波動章ですと。じゃあちょっと技強化しますか。まずは隙を消さないとね、話にならないから。おお、あ、スピードが上がる。
わ、はいになった。え、これで、あ、つなげられる。どういうことになるんだろうか。じゃあここ波動章にして、ここじゃあ百鬼章にしときますか。四角一回でいけんのかな。へえ、あ、アップできるのがあるね。じゃあよく使うスペルレイを強化してみようか。ね、スペルレイ、遠距離もやっぱりスペルレイ。ちょっと試してみたいね。あれ、こっちには行けない。どっかから、あ、ここか、ここから抜けられるのか。ストップ、ストップって書いてある。お、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 なんかいる。もうあいつったら何時まで待たせる気かしら。4時に公園前って約束したのに。ふう、まあいいか、久しぶりのデートなんだし。ああ、それにしても楽しみだわ。頭おかしいんじゃないかこいつ。楽しみ、楽しみ。え、キョンニチョワだ、キョンニチョワ。見た目で判断しないで。ラルファドールだって。なんだこいつ、強そう。お、あ、うおおお、あちらのお客様からですのイラストでした。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。